こんばんは皆さん。お待ちかねの東京都体育館からお送りいたします WWA 世界選手権戦でございます。13回目のチャンピオンになりました豊登が今日はリターンマッチといたしまして、ザ・デストロイヤーの挑戦を受けます。超満員になりまして、もう相当早くから札止めとなりました体育館。セミファイナルのタッグマッチも終わりまして、これから豊登りとザ・デストロイヤーを迎えるところでございます。フレッド・ブラッシーが WWA の第1回のチャンピオンになりました。豊登が数えまして13人目のチャンピオンであります。今割れるような歓声のうちに豊登の登場でございます。セコンドに吉村道明、そして今デストロイヤーも顔を見せました。例の真っ白な覆面に顔を包んでおります。紫色の縁取りがしておりますザ・デストロイヤーです。ただいまより三菱電機株式会社より WWA チャンピオン豊登選手にダウンの贈呈でございます。三菱電機の今泉宣伝部長から豊登にガウンが贈られました。今まで着ておりましたガウンと変えました。紫色に銀色の三菱のマークが光っております。両選手に三菱電機株式会社より花束の贈呈でございます。デストロイヤーと豊登り、そしてレフェリーの沖平さんに三菱電機から花束が贈られました。日本プロレスリング協会会長児玉義雄氏のご挨拶でございます。プロレス協会の児玉会長の挨拶です。本日待望の WWE 世界ヘビー級選手権のリターンマッチが当体育館で開催できたことは誠に意義深いものと思います。昨年12月4日当体育館で豊登君がデストロイヤー選手より脱出した貴重な選手権は日本の誇りであります。世界の記録でもありますので、出がしても防衛の偉業を達成されることを記念いたしていたいと思います。この歴史的な試合が日本において開催を運びに成功したのは、ひとえに皆様の力強いご支援のおかげであることを深く感謝し、お礼の言葉といたします。昭和40年2月26日、日本プロレスリング協会協会長、小田林翔。日本プロレスリングのコミッショナー宣言。宣言、この試合は WWA 並びに日本プロレスリングコミッショナー公認の世界選手権試合であることをここに宣言する。1965年2月26日、日本プロレスリングコミッショナー川島昭次郎。チャンピオンベルト返還。チャンピオンベルトが豊登から川島昭次郎プロレスリングコミッショナーに返還されました。そのチャンピオンベルトをじっと横目で睨んでおりますザ・デストロイヤーでございます。もうすでに今日までの調整は十分であります。
デモンストレーションを行っておりますザ・デストロイヤー、今日は本日のメインイベント WW 世界選手権試合61本参謀賞でございます。赤コーナー挑戦者250パウンドザ・デストロイヤー。放送席はこの前の試合で活躍いたしました吉野里純三さんをお招きしておりまして、今日のこのデストロイヤー戦を解説してもらうことになっております。こんばんは。あの吉野里さんね、はい、この見通しですよね、はい、一体どういうところがその見通しとして一番あれですか、そのどの辺でどういうその技が出るかというようなことを。そうですね、結局20分過ぎなかったら大体ね、あの両方とも硬くなってますからね、始めるうちはね。だからその、まあ、感情になったかどうか知らんけど大体20分過ぎぐらいじゃないですかね、勝負するとしたらね。もう初めから荒れ気味ですね、はい、表情ものすごく試合の開始でございます。しかし貫禄がありますよね、はい、今日でもね、あの豊ノ堀君にね、まあ、選手が一度でね、はい、あんまり初めから無理してんでね、打った方がいいよっていうのだいぶね、うん、言ってるんですけどね、そのカットしたなんかしたらちょっと隙ができちゃうかもわからないんですよね、うん、なんか今ね、うん、一発食ってもうすぐ早くもカットしそうな感じの豊ノ堀なんですがね、うん、日本に来ましてからああいうあれですね、その自分としてのレスリングの練習というものは、はい、ほとんどしてないし、するときには誰にも見せないでやってるそうですね。あ、そうですね、それでだいぶ今度あの、まあ、自分で言ってることにはもうあの新しい技をねあれしてきたって言ってるんですけど、まだそれは誰も食ったこともないし、まあ、見たこともないしね。今度は四の字固めを首にかけるんだというようなことも言っておりますが、さあ、この豊ノ堀の太い首にはなかなかかからないものと思われます。マスクに手をかけたという抗議は退けられました。終始もう面白くないといったような表情のデストロイヤーであります。手の割りまず優勢のうちに試合を進めておりますが、この優勢に行っている時が危ないんですよね、うん、ちょっとした油断ですよね、うん、二人ともその体を見たらもう最高潮ですね。あ、そうですか、うん、というのも最高潮ですけど、デストロイヤーも艶があってもう最高潮ですね。アームバーで攻めつけております豊ノ堀。豊ノ堀の
黒く焦げ上がった体とデストロイヤーの、まあ、白身に赤みが差しておりますけれども色の白い感じが対照的に映っておりますテレビジョンです。デストロイヤーも相当な2で肩が上がりました。焼けてはおりますデストロイヤーですが豊昇と対照いたしますと白く見えます。結局ね、今日 の、 勝負でもね、豊ノ国君があのワールドリーグ戦だったらね、ずっと呼吸がその毎日やってるからね、持つんですよね。でもこれ時間が長くなってきたらね、まあ、1週間に一遍でしょ、実践的にこうやってるのがね、はいはい。だからその点がちょっと、まあ、心配なんです。心配ですね。スタミナということになるんですかね。そう、実践的のスタミナですね。ワールドリーグの終わった後だったらもう毎日やってますから、それはもう1時間やっても2時間やっても平気ですけど、今1週間に一遍ですからね、その点が少し心配だけで、あとはもうデストロイヤーとしては、足を鍛えればいいということで、足を鍛えることに日本では主力を置いてたようですね、向こうはもう毎日やってますからね、なんとかロープを掴もうと思いましたができません。ワンツーまでは十分に体を休めようというデストロイヤー。先日の試合ではこのスタミナを前半に使いすぎて負けたというようなことを漏らしておりましたデストロイヤーとしては、このあたりは十分時間を稼ごうという作戦かもわかりません。長期戦に持っていくような対戦ですね。そうですね、あんまりその自分が攻める方言ってないですよね、こうやってたらもう豊昇君の方がもうだいぶ疲れますからね。疲れるでしょうね、それは向こうの方が楽なんですよ。ああそうですか、まあ、2まで肩をつけていればいいわけです。その間は休めますからね、攻めないところにちょもうちょ このアンバーから逃れようといたしますデストロイヤーです。ロープに手が届きましたけれども、ついに握るまでにはいきませんでした。まずに会いました。しかし離れるところなんかうまいですね。それをまたすぐ捕まえてしまいました豊昇です。吉野さんね、はい、あれはどの辺を攻める技ですかね。腕が痛いんですね、やっぱり今のですか、結局アンバーですね。いやこれですね、腕とね、大体もうこっちの動脈ね、あそこも思い切って右の方の足でね、
押してるわけですよね。結局だから呼吸 もだいぶ苦しいわけですよね。これもやっぱ手がしびれちゃいますね。思い切って引っ張られてますから、キュアンドボリの力で抑えてますからね、うん、だいぶしもうしびれてますよね、うん、普通にピントをこう張ってるだけでもしびれますからね、うん、もうガーッて引っ張られてますからね。これが外れてからどういう風に出るかっていうのはちょっと疑問ですね。レフェリーは沖式奈さん。最後までもう今度は外れてもまたあれを取りに行ったらいいんですよね。ははだけど他を取りに行ったら今度はあれが治ってきますから。どうしても離れることができません。やってくれましたね。 あれだったらいいんですよ。ずっと夜になっちゃうんですけどね。またあれで床を取り入ったなんかしたらもうあれはもう治っちゃいますからね。盛んにマスクに手をかけたと言っておりますが、もちろん豊登りが覆面に手をかけておりません。これでブレーキさせようと思ってね。でもあのだけど良かったね。また取れ、また取れ。スリングで一番大事なところは今のところですね。取ったの そこをもう離さないっていう、もうそればっかし同じところを攻めるわけですね。マントカーも作戦通り行きますよね。足を伸ばしてなんとかロープに引っ掛けようとしております。足が外れました。今度はボディシダン、そしてまた同じアームバーに入りました。最後まであれで行った方がいいですね。ロープに手がかかりました。これを大きさが蹴飛ばしました。レフェリーにどうして蹴飛ばしたんだというところでしょうか。殴りかかります。あれはもう蹴ってもいいですね。あれはもう。また
身の力を込めましたテノドリのアームバーです。豊登りの額から汗がにじんでおります。今のところずっといいんですけどね。まだまだこういうところで油断できませんからね。またロープに足をやろうというところです。4の字固めに行くところでした。しかし豊登りもよく右足でキックいたしましてこれを剥がしました。この今のこれ本当にもうどうしてもダメだったこれどこの球場をね反則するかっていうのはまた勝負の分かれ目なんですよね。レフェリーが見てない時そのバーッととかそのやられた時はその怖いですね。それもねそれを気をつけないと。たくましい表情で思わずリングサイドのお客さんからいい顔をしてるなというような声が飛んでおりますが全くいい表情です。これは講談師という表情ではなくて誠に勝負師前といたしましたデストロイヤーの表情です。非常に唇の厚い見るからに怖そうな顔をしております。覆面を取ったところを誰も見たことがありません。アメリカでもこの覆面は話しません。デストロイヤーです。来ました。もうそろそろ感情的になってきましたね。そうですね。怖くなりましたね。しかし危ないところでした。決まるかと思いましたね、石田さんね。今日でもね、そのやる前向こうがね、まあ、リングこの外へ出たらね、あんたももう疲れてる時は出ちゃいなさいっていうのそれはルールであるんだからね。だからその引っ張れば引っ張るって今もういいタイミングだったんですね、引っ張ったらね。今引っ張らなきゃ危なかったんですよね。失敗したというように手を叩きました。表情にもよくわかります。デストロイヤー足を狙ってきました。どうやらこの足を狙いながらまた頭の方を狙いに来るかもしれません。2回4の字固めを失敗いたしましたデストロイヤーです。
またもやアームバーに入りました。トヨノブラに 口から血が出ましたね。どうしたの、うん、あ、そうですね、はあ、さっきあの顔のあたりをそういえばね蹴飛ばされましたよね、あの4の字固めやってる時にね、あの入る前にね、あの手をこう取られてる時に、どこ見てんだ、どこ見てんだ、どこ見てんだ、攻撃に入る、顔が曲がるほど押し付けられております。白の服が白のシューズをつけておりますデストロイヤー、豊登り優勢のうちに試合が進んでおります。我々は早く時間が経った方がいいんですね。もう時間が経てばもう目ですね、目をこすります。でもあの角でやってますからね、靴のね、目を攻撃いたしました。今度は膝です、膝でやりました。さあピンチが来ました。それもいっぱいで大きいわ、さあデストロイヤーの反撃が来ますか。コーナーにぶつけられました。逆さずりになりましたが、まさかデストロイヤーも反則負けというようなことはないと思います。しかし十分に痛めつけられました。頑張れ。大きな音がいたしました。大きく飛び上がるニースタンプ、取られました。1本を先取されました。チャンピオン豊登り1本をデストロイヤーに許しました。早くもチャンスを使いました。デストロイヤーの勝利です。1対0となります。下っ腹の方を押さえてますね。優勢のうちに試合を進めておりました豊登りですが、最後の1分で肩がついてしまいました。逆転に来ましたデストロイヤーのためにフォールされまして1対0でございます。チャンピオン1本をデストロイヤーに譲っております。豊さん頑張れよ。今のがそんなに答えてないといいんですがね。そうですね、向こうも今度だいぶその必死でも来てますからね、うん、今度ダメになったらもうチャンスなくなっちゃうかもわからんですからね。まあ WWA の協会全体としてもなんとかこのデストロイヤーの復讐を期待しております。しかしこの試合がですね、日本でなくてアメリカで行われるという初めの予想だったんですけれども、はい、よくまああの日本へ持って帰ってきてね、はい、これでいいんですけれども、はい、ここで負けるようなことがありますとね、本当ですね、もう残念ですから、
もう体はもう最高ですけどね、うん、まあ、豊ノ堀も最高でしょうけれども、またデストロイヤーの方もまた最高のコンディションですね。豊ノ堀君も一番も今最高ですよね。しかしこういう時でも全然休まずに右に左に動作をいたします。結局悪いこの球場をよく知ってますからね、悪いことしないと向こうが一番上ですからね。そういう今巻き方ですけど、技の巻き方じゃないんですよね。コーナーに詰まりました。狙い痛いところ狙いますけどね。しかしあれですね、ちょうど目の前で行われたんですけれども、すごい力の入るあれですね、うん、技ですね。また膝で蹴上げます。肘打ち、豊ノ堀の肘打ちです。大きく投げ飛ばしました。あれがうまいんですよね。パッと振りな時は逃げますからね。だから焦ったらダメですね、うん、レアハングに行きました。しかしロープに逃れております。うまいところに逃げます。もうどの辺で自分が技をかけられるかよく知ってるような感じですね。ちょっと目を下にやりますと、すぐその下にロープがありました。ロープに右足をかけて自分の体をロープに横たえます。そしてブレークとなりました。腕を取られました。こういう方はもう得意じゃないからね、こういう方はもう ロープを蹴飛ばしまして、この当たりが非常にうまいところです。ロープの力を借りてまた元に戻りました。みんな黙れというような、あれ危ないふりをしてね、こうしょろしょろ行ったふりしても、あれで止めちゃったんだけどね。さあ力が入りました。またロープが取ってきました。ほんのちょっとロープを蹴飛ばすだけでありますが、なかなかああいう力の使うところを心得ております。デストロイヤー、さあ3度目、またロープのところへにじり寄ります。しかし今度は中央でした。大体も離さなきゃいいんですよね。反対に豊ノ堀です。また反撃に出ようとするところです。力では豊ノ堀が勝りますが、それでもデストロイヤーも大変な力持ちでありまして、九州のデパートでしたか、大きなバーベルを軽く持ち上げてお客さんを驚かしております。
茶の登りの攻撃、あ、うまく捕まえました。波乗り固めで攻めつけようという豊登りです。時間を気にしております。余裕たっぷりといったデストロイヤー、これ離さなきゃもう閉まっちゃうけどね。豊登りも今度は左の腕をロープに巻きつけました。ブレークを命じられます。きれいな一本上位からまたもや大きく飛び上がります。2スタンプ、首に足をやります。今度は首の方から攻めようというところでしょうか。あれくらったらもうその国が犬だ犬だ向こう側で肘打ち、反則でだいぶ痛みつけられちゃいますから ね。あれだけやっぱり不利なんですよね。キーロックに持ち込もうというところでしょうか。キーロックに入りました。先日行われました、WWA の世界選手権、この豊登りとデストロイヤーの試合でも1本目はデストロイヤーがエビ固めで豊登りを破っております。2本目3本目を豊登りが取りまして2対1で13人目のチャンピオンになった豊登りであります。さあ今日も1本を取られまして館内のお客様は不安そうな表情です。向こう側の左の手で時々タイツを使います。左の腕を攻めつけますデストロイヤー、何か抗議をするときにもこうして左の足を遊ばしておきません。キーロックに入りました。先ほどは豊登りがデストロイヤーの左の腕を攻めましたが、今度は反対にキーロックで豊登りが左の腕を攻めつけられます。勝ち誇ったような笑い声を響かせておりますデストロイヤー。
時間がね。さよなら WWE チャンピオン。なんとか一本を返しまして1対1で引き分けに持っていきたい豊昇龍です。ロープに足をやりました。これでこのままエビ固めに持っていきたいところですが、しかし左の手はご覧のように黄色く完全に決まっております。盛んに左の指先が麻痺するのを気にしております豊昇龍。こう命じられました。さあブレイクからまたもや黄色くに入ろうというところです。苦しそうな表情となってまいりました豊昇龍。これでだけ決まるようなことないんですよね、うん、だからうんと今のうち休んでおきますと。でもあの手は痛そうですね。あ、それは肉がありますからね、普通の人よりあの痛いですね。あの肉を持ってるからこの間が少なくなってる、ね、なるほど、人一倍肉はある方ですからね、だから余計その決まっちゃうんですよね。折れるようなことないから。またもやマスクに手が行きましたけれども、これは外されております。まあ、反則もやっぱり瞬間的にやんなきゃいけませんね。ロープ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 。これだったら豊昇龍君はもうバイクされますね。さあスタミナがもうだいぶ減っちゃいますよ。さあ起き上がりました。タイムとジェスチャーで示しております。さあ肘打ち、あ、覆面を持ちました。さあしかしあんまりこれをやりますと反則負けということになります。ここでは怒っちゃいけないところですね、あのマスクなんかあんまり抑えない方がいいですね。向こうが抑えて離さないってるからね、あんなのうまいですよね。うんとこそやらせようと思って。デストロイヤーの周りにはカメラマンの輪が20にも30にもできております。コミッショナーの方に元に抗議をしろと申し込みました。タイムだと言っております。押したじゃないかというジェスチャーです。盛んにタッチしたと言っておりますが、どこでタッチしたって言うんですかね。いや、レフリーをあの豊昇龍が押したって言うんですよ。レフリーを押したってやつですね。あのアメリカじゃ押したら負けになる、なりますからね。自分はあのさっきからレフリーを流ろうとしてなんかしてますけどね。今押しましたかね。私見なかったんだけど、ね、そうね、押したのには見えなかったんですかね。
さあしかし隙を狙っておりますデストロイヤー、右打ちで落っこちました。またもやミスター元のところに行きます。何かも非常に怒っておりますデストロイヤレフェリーの見てるところではこんな調子です。さあ見えないところで清水さんどうですか。指を使ってますね。やはり見えないところでは指で目を攻撃いたします。なんとか文句を言っているうちにこんな具合に自分の構成を取ってしまいました。またボディースラムからワン・ツーツーで起き上がりました。まだちょっと早かったようです。ロープにぶつけました。大きくまた足を取りました。逆襟、逆襟固めです。さあ参ったか参ったか、遠藤と吉村が駆けつけて豊登りの手を挙げました。1対1に持ち込みました。これで楽になったんですね。そうですね、ようやく挽回いたしまして1対1となりました。しかしあれですね、やはり相撲上がりだけあって左右と四股を踏みましたね。あれは四股の方がやっぱり力が入りますよね。もう自然に出ちゃったんですね、ああいうの初めて見ましたね。逆指になりましてから左右と四股を踏みまして力を入れました。でバランスが良かったですね、はい、まだ苦しんでおりますデストロイヤー1対1でございます。やはり3回もこの WWA のチャンピオンになっておりますデストロイヤーです。試合開始となります。しかしまだ、いやこの辺り油断すると大変です。よっちゃん、日本だったら抗議しなきゃダメですよ。ベアハッグで攻めかかりました。油断のならないデストロイヤーです。さあどうでしょうか。タイムタイムと要求しております。
2分間ですかね、もう2分間休めということでしょうか。しかし自分のコーナーを離れて左へと移動いたしました。デストロイヤー、おや、自分の方からも攻めかかりました。もうこれでタイムということは抜けました。得意のベアハッグです。盛り上がってまいりました今日の東京都体育館、皆様の三菱電機がお送りしております。もうじきですね、もうちょっとというところですがね。すでに放送時間は伸びておりますが、スポンサーのご好意によりまして延長して放送をしております。うまく受け止めました。ボディシザーズです。足が出ているというようにジェスチャーで示します。残り放送時間がなくなりました。デストロイヤーが外に出ます。お座りください、お座りください。さあここで立ち上がるようにお願いいたします。立ち上がるようにお願いいたします。足を痛めつけました。デストロイヤーが上がります。豊登りも入りました。四の字固めに入りますか。足を取りましたデストロイヤー、急所を蹴りつけようというところです。足を取ります。さあ気をつけたいところですが、デストロイヤーも相当に弱ってまいりました。残り試合時間9分、4の字が様に行きますか。うまくロープを使いました。ロープをうまく使いました。スポンサーのご好意によりましてこの試合の終了までお送りいたします。ロープロープロープ。足が当たったな。今足が膝がどうしたの。そうですね、膝やられそうですね。おう、まだですね。さあ4の字固めにかかると大変です。頑張れ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 。さあここで何とか勝負を決したいところです。キックキック。ああ、蹴飛ばしました。リングの下に転倒いたしました。まだ上がってまいりません。しかし豊昇も左の膝を痛めております。カウントが開始されました。20までに上がってまいりませんと豊昇の勝ちです。あと7分となりました。
さあデストロイヤーか豊登りか、最後の7分間が争われます。残り試合時間はあと6分少々です。さあ疲れたところで、あれ危ないんですよね、これがね。うまく逃げました。コーナーにぶつけます。危ないところです。うっかりいたしますと、こういうところで危ないところです。油断できませんね。だいぶ参ってますね。さあ引っ張りました。またもや逆エビに行きますが、頑張りたいところ。今度は右へ返します。あと試合終了まで5分です。最高の場面を迎えます。ああ逃げました。やはり豊登りも相当に疲れてまいりました。最後の5分を戦おうという豊登りとデストロイヤーです。逃げました。リングの下に降りました。しかし降りてからもデストロイヤーはそうあちこちに飛びません。また落ちました。豊登りも降りました。さあしかし今度はデストロイヤーです。あと4分となりました。高く上げてボディスラムがリングの下です。さあしかしカウントは数えられております。大きな声を上げて2ドロップです。今度は豊登りが起きません。カウントが数えられております。しっかりカメラマンに取り囲まれました。豊登りが起きました。さあなんとか上がりたいところです。一瞬早くカウントを数えようというところですが、さあ上がってまいりました。ようやく上がりました。4の字に入りました。あと3分です。これですか。もう今度鳴らしたってね、今チョークチョーク言ってんだけど、ちょっと見えなくなりました。首のあたり、まあ、レフリーチョークチョーク言ったんですけどね、ええ、外したのか。1対1あと1本、どちらが取りますか。ブレークを命じました。しかしまた入ります。しかしこの何回も数える間に相当に弱ってまいりました。離しました。あと2分です。2分を頑張ってもらいたい豊登り。しかしまたもや入りました。待ってました。
引きずってきたいところです。ロープに近づきました。あと30センチです。豊ノ森も引っ張ろうと思いましたが、やはり相当に疲れております。目ですね。うまく蹴飛ばしました。フルネルソンです。さあ左に右に揺さぶり戦法。ロープに近づきますとどういう手を出すか分かりません。なんとか逃れようといたしますデストロイヤー。さあ離すか離さないかね、これ離れないんだ。もうちょっとだな。なんとか離そうというデストロイヤー。離れましたけれども、またもやフルネルソンにかかりました。相当に焦りが見えますデストロイヤーの表情です。しかし足を蹴りましたが、時間です。1対1です。ゴングが聞こえません。2人ともゴングが聞こえません。1対1です。もう防衛だったんですね。そうですね、豊ノ森の防衛が成功いたしました。今日のやっぱり豊ノ森さんのコンディションが良かったですね。デストロイヤーもこの今日の試合には十分の闘志を燃やしまして、来日以来箱根に、そしてまた神宮にトレーニングを重ねましたが、ついに再び敗れて帰るということになりました。ベルトを取りに行きます。自分が勝ったんだというジェスチャーを示しますが、1対1。ベルトを持って退場いたします。あっけに取られております。トルコが取り返してまいりました。豊ノ森のベルトに川島コミッショナー、それから児玉会長から巻きつけられております。警察官がぐるりと取り巻きまして、ここにまた豊ノ森が第1回目の防衛に成功いたしました。今までフレッド・ブラッシー、それから力道山、ザ・デストロイヤー、またブラッシー、ベアキャット・ライト、それにカーペンティア、いろいろな手に渡ってまいりましたチャンピオンベルトが再び豊ノ森の手に輝きました。今これから、早速豊ノ森さんが見えましたのでお話を聞いてみたいと思います。おめでとうございました。どうもおかげさんで、
豊さんね、はい、一番その狙いとして自分の作戦通りいったということですか、何か作戦の狂ったというところありましたか。もうロープのそばでね、四の技も来たらね、ロープに逃げるようにって、もうみんなでね策を練ってたんですよ。真ん中で来たら手でこう避けなきゃならないんだけど、手が短くてね、届かないんですよ。なるほど。だから向こうにチャンスをやるような格好するのはロープのとこだけで、やれと。真ん中で取らせたら絶対ダメだと。まあ、でそれは思うですね。なるほど。で思う通り行ったということですね。そうですね。それでまあレスロイヤーが1時間やっても疲れない人間だから、振動が強いから2時間やっても戦えるようにね、しとってくれと。なるほど。これが皆の希望だったんですよ。もう豊さんの顔がですね、頭しか今映っておりませんけれども、今度のですね一番のその勝利の原因となったものは何だと思いますか、ご自分で。いや、自分は今度はチャンピオンの立場だからね、引き分けでいつでも勝てるんだからね。ああ、そうですか。それが一番強みじゃないですか。なるほど。一番そして警戒したということはどういうことですか。やはり足が強い人だからね、そういう点を警戒したと。まあ、とにかくどうもありがとうございました。みんなたくさんのファンに取り囲まれておりますが、それではまたこの何回も防衛していただきたいと思いますので、これからも一つ頑張ってください。もう一生懸命頑張るだけです。どうもありがとうございました。大観衆に囲まれまして、豊登りの会場でございます。